こんにちは、エポックタイムズの金丸信也です。今日のテーマはイスラエル急襲で台湾軍が学ぶべき3つの要点です。イスラエルはイスラム過激派組織ハマスからの広範な攻撃を受け、約1000名が命を失い、少なくとも2600名が負傷しました。イスラエルは異例の30万人の予備軍を動員しています。今回ハマスがアメリカとイスラエルの情報ネットワークをどのようにかいくぐり攻撃を始めたのかという点について専門家たちは警鐘を鳴らしており、中国共産党も注視しています。この新戦術から台湾の軍には検討すべき3つの要点が存在しています。本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。本日の構成はこちらです。1、ハマスの奇襲。2、中共の衛星がサポート。3、飽和攻撃と奇襲と弾薬。4、大規模な地下施設。以上4つのテーマに沿って進めてまいります。今日の動画を見終わった頃に皆さんは台湾軍が今後備えるべきポイントを理解し、今後の判断に役立つ情報を入手することになると思いますので、どうか最後まで動画をご覧ください。ハマスは10月7日に陸海空からの大規模な侵入を行い、イスラエルの市民を殺害し、拉致し、国を混乱に陥れました。現在公表されている情報によれば、ハマスの攻撃には1000名が参加し、その中の400名はハマスの特殊エリート部隊であり、新訓練を受けたパラシュート部隊が動力付きパラグライダーを利用して空から侵入し、ガザの境界壁を爆破、車両が直進できる状態にしています。またハマスはイスラエルに対し5000発のロケットを発射し、多くの死傷者を出していると伝えられています。そしてウクライナ戦争で評価を受けた無人機も今回のハマスの攻撃で使用されています。ロイター通信の報道によれば、ハマスはゾアリと名付けられた無人機を用いてイスラエルの防衛状況を偵察し、銃撃手に対して侵入ルートを提供しています。退役少将であり前台湾国防大学聖戦学院院長ユ・ソンジ氏は大紀元時報のインタビューで、ハマスが今回の行動でアメリカとイスラエルの先進的な偵察システムを避けることができたこと、2国の情報システムが初めて失敗したことは、ハマスの一連の敵を欺く認知戦のほか、背後には間違いなく中共の衛星測位システム北斗のサポートがあると語りました。北斗の情報リソースがサポートを提供したため、ドローンが偵察をかいくぐりイスラエルに対して奇襲攻撃を行い、大きな損害を与えることができたと述べています。彼の言によれば、ハマスの戦術を見るとロシアとウクライナの戦争での無人機の利用を参考にしつつ、新たに海面、空中、陸地からの全方位攻撃を採用しています。特に動力パラグライダーを使った空からの侵入は、イスラエルを完全に対処不能な状態に陥れ、イスラエル軍の指揮官は寝ている最中に捕らえられたといいます。ユ・ソンジ氏は、この事件は台湾の軍にとって大変な教訓となったと明言し、台湾軍がこれを研究することの重要性を強調しています。さらに彼は、中国共産党の軍もハマスの奇襲戦術に注目し、どのようにして世界で最も密度の高いイスラエルの防空ネットワークを突破したのかを観察しているとの見解を示しています。ユ・ソンジ氏は3つの観点を提出し、台湾軍に評価と検討を行うよう警告しています。はじめに飽和攻撃です。飽和攻撃とは、敵の防空能力を上回る数の攻撃を行うことです。ユ・ソンジ氏によれば、イスラエルの防空システムアイアンドームは、大量のロケット弾や迫撃砲に対応するために設計された戦術兵器であり、イスラエルの経済の中心地であるテルアビブやその他の重要な場所に
展開されています。現在イスラエルのアイアンドームは10個の連隊で編成されており、それぞれの連隊は約80個のアイアンドームシステムを装備しています。したがって全てのシステムが1回で最大800発のミサイルを発射し、ミサイルを迎撃することが可能です。今回ハマスが発射したロケット弾は5000発を超え、過去と比較して2000発以上、ほぼ2倍の増加となっており、アイアンドームシステムの対処能力を完全に上回っています。台湾の防空ミサイルの密度はイスラエルに近く、中共軍は今後長距離ロケット弾で台湾に飽和攻撃を行い、台湾の防空ミサイルパトリオットや高価な防空ミサイルを消耗させる可能性が高いと有志は予測しています。第2の焦点は動力パラグライダーです。有志は台湾海峡の海上作戦と地上作戦では異なる性質を持つこと、そして台湾の周囲の海風が平均して強風を示す7級以上であることから、中共軍が大型輸送艦を利用してパラグライダー戦術を用いて台湾に侵入しようとすれば難易度は高いと指摘しています。彼は台湾軍に対しこの問題を精査すべきであると論じています。有志によれば台湾軍は20ミリ機関砲、30ミリや40ミリの高速砲などで反撃する能力はありますが、中共軍は海面すれすれを飛行する新型の動力パラグライダーの積極的な開発を進めており、これを用いて夜間にレーダー基地などの重要施設を奪取するような非伝統的な戦術を展開することで、台湾軍に対する大きな脅威をもたらす可能性があると指摘しています。さらに現行の台湾軍の演習は、主として中共による正規の上陸手段、すなわち台湾の港や空港への侵攻を前提としています。しかし今回のハマスのような空爆を開始、かつ民間衣装を身にまとった第5列と協力して指揮センターを奪取するような方法には十分な留意が払われていません。特にイスラエルは実戦経験、訓練レベル、国防教育の各面において台湾を大いに凌駕しているにもかかわらず、ハマスが奇襲に成功した事例は台湾軍にとって重大な警鐘となっています。第3の焦点として弾薬の補給問題が挙げられます。有志によるとイスラエルが弾薬を急激に消耗したのは米軍がウクライナを優先し弾薬の支援を行ったためだといいます。台湾は海に囲まれているため戦時における外部からの補給は困難を極め、それゆえ国内における弾薬生産量が鍵を握ります。彼はまた現在台湾で生産されているミサイルの数量が昨年の800発から今年には1000発を超え年々増加していると述べています。既存の12の生産ラインは地下に移設すべきであり、万が一戦争が起きた場合これらの生産ラインは優先的に攻撃されるでしょう。有志はアメリカ及び日本が南西諸島と台湾周辺で石油の貯蔵施設と弾薬庫を拡張し続けていますが、その量は依然として不足しているといいます。また戦時においては外部の援助に依存すべきではなく、今のうちから台湾の民間の製造能力の強化が始められるべきだと述べています。台湾の国防部所属のシンクタンク国防安全研究院の研究者ソ・シウン氏は大紀元時報のインタビューで、ハマスが成功させた奇襲には台湾が留意すべき複数のポイントが存在すると述べています。最初のポイントは、中共が客船に海上民兵を搭載し台湾の港を奇襲する可能性があることです。次に中国の小型無人機が台湾海峡を越えることはできませんが、商船から発進させ台湾海域で攻撃を行うことは可能であるというものです。ソ・シウン氏によれば、さらなる注目すべきポイントは、戦闘員が民間の服装で前もって浸透する第5列活動があるといいます。これは過去のイスラエルの戦場では見られなかったものです。というのも、イスラエル人とパレスチナ人は識別が可能であるためです。
しかし、同様の戦術が台湾内で展開された場合、彼らの見た目は同じ中国人であるため、識別は難しいでしょう。彼は台湾に対し、ウクライナの手法を参考に、民間防衛と精神的な防御を強化すべきだと提案しています。また、ソ氏は、弾薬の備蓄についても課題が存在していると指摘しています。台湾とイスラエルの状況が異なるため、イスラエルが現在主に消費しているのはアイアンドームシステムのミサイルであり、大型のターゲットに対するパトリオットミサイルや軍事ミサイルは基本的に消費されていません。そのため、イスラエルは現在レーザー防空システムをイスラエルの防空システムに組み込むためにアメリカに支援を要請しています。ソ・シウン氏は、イスラエルは海上から弾薬を補給することができますが、台湾海峡で戦争が勃発した場合、台湾が封鎖される可能性があると指摘しています。そのため、台湾はミサイルを保管するための大規模な地下施設を建設すべきであり、これは急を要する問題だと警告しています。皆さんはどう思いますか？日本に対する影響はどうなのかと思った方も多いのではないでしょうか。そしてこの日本に突然軍事的な何かが起こったら、その備えはどうなっているのでしょうか。安全保障の問題は今後の大きな課題となりますね。そして日本のメディアの問題も大きな課題です。有事が発生すれば信頼できるメディアが必要です。皆さんが信頼するメディアはありますか？私たちエポックタイムズは完全独立系のメディアです。私たちがいつまで YouTube などの媒体で情報投稿を続けられるかもわかりません。実際にこの動画を YouTube に投稿しても広告はつきません。私たちの収入はゼロです。私たちがなぜ広告料をもらえないのに YouTube に動画を公開するのかといえば、多くの人に情報を届けたいためです。ですので、もし私たちエポックタイムズをもっと発展させて、メディアとしてもっと活動させたいと思い、応援していただける方がいらっしゃいましたら、直接私たちと契約し、月額1100円の購読サービスにお申し込みください。そうすれば、エポックタイムズの動画やプレミアム記事が無制限に視聴可能となります。ニュースレターも毎日届きます。お申し込みは概要欄をご覧ください。すでに購読会員となって私たちを支えてくださっている皆様には心より感謝申し上げます。皆様のおかげで活動ができております。どうかこれからも応援よろしくお願いいたします。購読会員の皆様には近日話題のドキュメンタリー No Farmers No Food を公開いたします。副題は Will You Eat the Bugs? 日本語で訳せば農民なくして食料なし、その虫食べるのです。今日は1分間の予告動画を皆様にご覧いただきたいと思います。Rat protiv poljoprivrednika je započeo u Nizozemskoj. They want me to produce less nitrogen. So what does that mean? How many cows are you going to have left? Steaks. We have to reduce half. Would you be able to do that? I don't know. You can see the attack on farmers all over the world. This is a crisis which was man-made. This man-made decision put us at a very dire state. This is a problem when you make environmental policy more about politics than results. The government wants to control the food. So we don't eat meat, but we eat insects or something like that. We can put insects in all products. Burgers, pasta, bread, smoothies. So this right here is sort of the future of food. Yes, this is the future of food. いかがでしたか？これは日本の皆さんが今絶対に見るべき動画であると私は思います。ぜひいち早く、まずは皆さんに見ていただきたいと思います。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回必ずお会いいたしましょう。
We would like to help you maintain a healthy body and mind so that you have the strength to enjoy a productive and fulfilling life. We want to keep you informed, up to date, and part of society's progress so that you can make the best decisions to support your family and your community. We want to offer you the best education so you can grow wise and fair. And join us in building a positive future for humanity. We hope to inspire you with goodness and compassion, to nurture your heart and soul with love and kindness, and fill your spirit with positive things. We'd like to share the tastiest meals with you, because you are part of our family. We want to bring you the most interesting, funny, moving, and exciting things so we can enjoy every single day together. We want you to be the best part of our world. Ganjing World. Technology for humanity.